ここからよ。これをどういうふうに感じるかっていう一個のやり方を紹介します。リズムの緩急で捉えるというやり方。はい。ドドン。これは計、16音で、まあ、4拍のフレーズなわけですね。バーンパッ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 。4拍で1ターン、1周期のフレーズなので、4拍ひとまず考えればいいと。これを1拍1拍、オンビートオフビートで、まあ、分析した、分類したときに、僕の分類だとこのようになります。999間。はい。リズムには緩急がありますと、落ち着きリズムと落ち着かないリズムっていうのがある。落ち着かないリズムを急、落ち着くリズムを緩としました。そんなのなんでわかるんですかっつってね、解説してます。過去にね、ワークショップでやったんですね。リズム緩急あるよっていうね。分類するとこうです。一応 1234 っていうのが、まあ、書いてあって、これがいわゆる譜面で書くと16分音符だと思ってください。この場合、例えば、A だったら1234 1234 1234 の1にアクセント、1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. はい。これめちゃめちゃ分かりやすいじゃないですか。こういうの安定しているリズムと分類できるわけ。緩急で言うと緩。はい。じゃあ次 B。B 見てみますと、1, 2, 3, 4の2。1, 2, 3, 4, 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 1, 2, 3, 4. これちょっとおってなりませんか。はい。で、どこをこう強調するか、強調しないかによって、印象が変わります。心象っていうかね。ざっくりと、これが、赤線が緩で、青線が急というふうに分類できます。この見方をベースフレーズで見ると、あ、流れとして999緩だなっていうね、最後に落ち着くフレーズなんだっていうことが見て取れるわけですよ。パーカッションやる場合ね、パーカッションのリズムパターンは999間の流れにすれば割とマッチするんじゃないかなみたいな見方ができると。パーパッパパッ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 パなんで、うん、こうなります。やっぱりこの最後のトントンでこう着地する感あるよね。これをそのままやると丸かぶりするから、ベーシストの人にちょっとそれやめてくんないって言われる可能性があるから、ちょっと違うアレンジを考える必要があると思うんだけど、999間って別にこれだけじゃないから、この999間っていう流れを作ってあげれば合うんじゃないかなっていう。青色が9です、赤色が間です。ここから4つ選択して999間っていうのを作ってください。同じのを何回使ってもかです。 FHJI F がツタタン、 H がタンタ、 J がツタタ、 I がタンタン。これこのままいけそうだね。今何やったかっていうと、 FHJI の流れでちょっといろいろ音色試したっていう感じで、こんなのどうすかね。いいじゃん、いいじゃん。よくないですか。完成したわ。はい。みたいな感じです。
試しにじゃあちょっと高いのでやったらどうかなーすね。ふかたんたんたんふかたんたんつかか。ボンゴならこうかなーみたいなね。お分かりいただけただろう。とりあえずその技術的に難しいとかタイミング取るの難しいわっていう問題はあれど、これでだいたいねよっぽど変なことにならないんですよ、合わせたから。じゃあこれ逆でやったらどうかなっていうのはちょっと皆さんやってみて、ベースラインが999間であえてもう真逆でカンカンカン9ぶつけたれっつってね、例えばすごいアンサンブルが複雑でセッションがね盛り上がりすぎて拍がどこだか分かんなくなっちゃうような時ってあるじゃないですか。やってるとあれ今この頭拍がよく分かんねえなみたいなことがあると思うんだけど、そういう時に、じゃあ逆に私は落ち着いて、要するに緩急でいう緩の方をしっかり出してあげるとみんなそれを聞いてやりやすいよねっていうことがあったりするんで、それはもうケースバイケースとかだったりするんですけど、まあそういうふうに住み分けたり、あえて寄せに行ったり外したりっていうことをすると楽しいわけですね。はい。